不安はなんかな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 かにそうライン初めまして初めてのカラオケ配信 でちょっとし緊張するんですけど緊張してますでこれどうやってやったらいいのかとか分からなくてそう今日ちょっと前髪がね長かったんですよね長くなっちゃってちょっと重いんですけどはいはいはいちょっとね30分ちょっとね早めに始めてしまったんですけどなんかなんだろうその明るさが分からなくて塾に行かなくちゃあ走らなきゃ走らなきゃ女の子だもんそう部屋がなんか一人部屋なんですけど部屋がめちゃめちゃね広いんですよえなんか寂しいなみたいなこっちめっちゃ寂しいなみたいなそうなんですよねとかけれありがとう髪がねボサボサなんですけどやっぱり最後なのでもう夏はもう最後ということでねちょっとやっぱ夏らしい格好で夏らしい格好でやってきましたどかですタピオカカナタさん待って瀬戸利覚えてるかなカナタあれちょっと待って消えたあだるまありがとうおにおにぎ、そうなんですよ。おにおにぎちょっともうね、事前にね、もうちょっと持ってきてもらいました。緊張するお前にしやんのしませんお前にはしませんうん歌はい忘れちゃった歌い忘れた待ってよ歌えるかなちょっと待って本当に緊張してきたもう緊張してるんやけどちょっと待って緊張してきたはいもう歌った方がいいですかねちょっと待ってテロップしてテロップなんて言ったらいいThank you.
はい。じゃあ、広いんですよ、広いんですよ、ここ広い。じゃあ、ストーリーにしたいんですけどね、なかなか難しくてね。じゃあ行きます。
がとうございました。緊張もしてるんですけど、あの去年に作った自分で作ったセトニを今日はねカラオケ配信で室内部のねお礼っていうのもあってお礼配信とそしてということで今回はカラオケ配信をしていきます。ドカオキ公演です。アイドルなんて呼ばないで公演、イエーイ。チケット当たってよかった。イエーイ。荷物がそこにね見えるんでちょっと隠したいと思います。えい、どっかのリュック広い。誰か来てくれないですかね。私ここ一人で欲しいな。めちゃめちゃ広いんですよね。私結構ソロカラとか行くんですけど、こんなに広い部屋あんましないんですよね。シュタクさん、ハートありがとうございます。はい、ということで、まず1曲目はアイドルなんて呼ばないでを、まあ、フルでお届けしました。どうでしたかね。よかった、ありがとうございます。緊張した。ジョーさん、かわね、ありがとうございます。そう、3時間まで、3時間内にやらないとね、そう、ダメって言われて、そう。で、ちょっとね、あのただこう間違えちゃったりとかするところとかあると思うんですけど、心ちょっと温かく見ていただけると嬉しいなって思います。Yeah.
はい。はい。大体鉄人程度聞いていただきました。ステ。これね、この曲いけるか分からないけどちょっとバズるバズるで行こうかなって思ってるんですけど行きます。めっちゃみんなギフトめっちゃ投げてくれてありがとうございます。ありがとう。休憩タイムを入れたいと思います。この曲それI'm not afraid of the dark.
ちょっとね音程が梅のルートの音程がすごくちょっと難しくてね、しかも最初は低いから低い声があんましてない人なので。ちょっと待って、どこ？どこ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 ？トシさんとピーマンちゃん、ありがとうございます。タワー投げてくれてありがとう。ありがとう。ありがとうです、本当に。ありがとう。タワー。もうね、髪がないからね、もう何もできないんです。ナコポポさんもありがとう、おめでとうって、本当にありがとうございます。1位本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、本当にこれできたんで本当にありがとうございます。おーおー、ありがとうございます。本当にちょっと大丈夫かな、ちょっとあれ言ったっけ、ちょっとどうしよう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 、ありがとうございました。はレインボーレインボー、これなんてやつなんだろうね。ちょっと一回ちょっと待ってて、だただいま、ただいま。玉ねぎ僕だよ。好き。ASM、確かに。うん。タワー投げてくれてもらった。おいしい、玉ねぎおいしい。はい、
外で行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。カナダさん、バラありがとう。タコヘイさん、リクちゃん、ハートありがとうございます。ひまわりさん、タコ…ん、あ、か、カナありがとう。トゥン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 トゥル。何？ゴゴリバメイクって何？何なんかあるどんな…いつもと同じ感じですね。ビビッシュ…間違えた。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアブティーツくん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。イエーよっ、パパンパパパンパパパンパン、よっ、よいしょ、ポポポンポポポンポポポンポン、アブテツくん、お誕生日おめでとう、イエーイ、おめでとうございます。誕生日おめでとう。まだまだ人生やりたい放題ですよ。はい、好きや、みえも大好きや。行こうかな。それでは次の曲、レッツラゴー。うるさいかもね、ちょっと音が聞こえない。ね、あ、ね、ね、お、これどうしたの？
全部消えた。すごいよ、すごいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。な、み、め、うん、め。あった、あった、来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 た。これ歌えるかちょっとね、Bye.
行きますね。
も本当は。でしたか？ドカワキこれ今どれくらい何時ですか？皆さん今何時ですか？8時前。いやでも意外ともう結構意外と結構あれですねあれになったんですね。結構時間経ってるんですね。早い。という間ですね。やっぱり楽しい時間はあっという間だっていうのは本当ですね。本当ですね。本当に思います。たこへいさん、みくちゃんハートありがとうございます。友達とかです本当、まあ確かに。ゆかちんさん、流れ星ありがとうございます。ゾミアンゴーさん、まあ、月見たぬきありがとうございます。すごいね、めちゃめちゃ本当にギフトいっぱい投げてくださってありがとうございます。そう、結構ほとんどねワンコーラスで終わらせてもらってるんですけど結構ね、はい、フルで歌うと、まあ、ちょっとあれかなと思って、長くなるかもしれない。みんなもね、聞いてる方も飽きてきちゃうかもしれない。知らんなと思って。飽きないよって、うん、やだじいな、ほんまにありがとうありがとう。はい、もし風で聞いて、ほんまにそれは嬉しいです。ありがとうございます。もう笑顔になるよ。何して、何もしなくても笑顔でしょニューニューセージ。はい、ずっと聞いていたよって、嬉しい。
じゃあおいでここにここに来てくれたら何でも歌うよ。私がいつも歌って魂のルフランも歌うよ。魂のルフランも歌うしね、残酷な天使のテーゼも歌うし、なんだっけ、壮大なアクエリオンも歌うし、もうね、いろいろ歌いますよ本当にね。私のお箱のね、シェイプオブユーも歌いますよ。 I'm in love with the shape of you for you for what can I do I'm in love with the shape of you。 スピーチレス、あ、スピーチレス歌いますよ私。声出ないのにあんな声出ないのにね、そう、全然やりますよ。おわい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 そう、いつ万年と二千年前から愛してる。じゃあね、次の曲いくか。隣の部屋の人も入れてたところでいきます。はい、マヤ来た、マヤチ来た、マヤさん、どしゃ降りの雨に打たれながら、僕は一人で君を待ってた。壊れたネオンの M の文字が心の奥の闇に眠る。ハンディがメイクしたドレスを着た君が遠い僕に気づいた。何しに来たのなんて責めるより、唇だけ動かしたもっと強引に腕を取り歩き出せばいいのか。別れ方に傷ついたなら好きなだけ殴れよ。今になってやっと気づいたんだ、君が一番大事だったこと。心を見合っていただけたように、まあ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 、アスファルトの上に手を伸ばした。同じ輝きに見えてしまうけど、どれから先に拾わない。暗い折り地、サングラスかけた怖い人がドアの近くで見かけしかいる。無言の視線に刺されたって、僕が緩んでいられないの。お金で解決できるのなら、僕が代わりに働けばいい。世界の不幸を君に取り出して手を挙げた胸に見たの。今日触るのは僕だろうな、自己嫌悪に落ちる。愛し方いない
私の好きなプライオリティです。プライオリティ聞いていただきました。いやいや昔からおじいさん、なんだっけ、マイハ来よったね。マイハあれやっとるっとね。あ、そっか、8時までか。そっかそっか、ちょっと終わっちゃったやん。マイハおいで。カラオケしよう。ああ、じゃない、もうここにいるだけ、見守ってくれるだけみたいな。涙落ちるなら
締めました。はい、締めさせていただきました。ありがとうございました。ということで、私のね、カラオケ配信は、カラオケ配信というか、その私の考えたそのアイドルなんて呼ばないで公演はこれで終了となります。最高、ありがとうございます。昔からおじいさん、ありがとう。そうですね、やっぱりね、瀬戸内の声毎日ね歌ってたので、やっぱり昔の夜配信の時とかには絶対に毎日そう終わる前にね歌ったりしてたので、そうなんですよね。すごいよ、すごいよ、元気だよ。待って、ということで、すごいですね、すごい元気ですよ。はい、はい、すごく元気です。あ、ちょっとこれね、どうしたらいいかね、その大変、歌を鳴りに負けるの、歌わないとなんかね。はい、それでは皆さんがね言ってくれてるのでアンコールを歌いと思います。イエーイ。ということで、これ1曲目聴いて
からね、映ることできないから、ちょっとありがとうございます。なんかあの雪見大福が追加されてる。雪見大福じゃなかった。本当に皆さんね、あのいっぱいいっぱいあのギフトを投げてくださってありがとうございます。おとやもありがとうございます。ありがとう、すごいよ。すごいよ。すごいですね。元気いっぱいですね、本当に。ああ、ああ。はい、一瞬そうなんです。あのね、もう充電もなくなってきてしまったっていうことでね、もう本当に最後の曲をもうやってしまおうかなって思うんですけど、マイハいるの？まだいない？もういない？たっちゃん可愛いね、ありがとう。みやもたっちゃんが必要です。面白いな、隣の人めちゃめちゃ面白いな。
めっちゃめっちゃ。はい、それではね、その最後の曲を聴いてください。
ごいですよ。よか。なんだろうな、くんね、もうね、よかしか残ってなくてね。ということでね、私の配信をね終わろうかなって思うんですけど、どう思いますか皆さん。さあ、お引っ越しです。人がなくなってきたというね、っていうことが そう、あれをねやりたかったんですけど、そのあのメッセージをね、そう読みたかったんですけど、なんかちょっとこの様子だとね、ちょっと絶対にバンされかねないなと思ったので、ちょっとまたねちゃんとした時にちょっとした時にね、またちょっとやりたいなって思います。本当にはい、ということでね、まずねカラオケ配信、初めてカラオケ配信をしたんですけど、なんだろう、やっぱりちょっとね怖かった部分もあったんですけどね、やっぱこうでもみんながねこう見てくれてるっていうのとかを考えると、すごくね楽しくできたし、またこれはね、もういろんなメンバーとしても一緒にねやれたらなって思ったのでなのでね、またな、また一緒にメンバーと一緒にやりたいなって思って、ピオともそうですし、今ね前半も来てくれたりとかで一緒にやりたいなって思ったので、はい、またね、そういう機会があったらまたこう見てくださったら嬉しいなって思います。すごいわ。はい、ということでね、配信を終わります。はい、皆さんちょっと一緒にねこの後もやりたいなと思ったら部屋に来てくださいお待ちしてます。たっちゃん、なおやん、かわね、ありがとうございます。はい、ね、カラオケ配信できて
すごく良かったです。やってみたい、ずっとやってみたいなと思ってたのでね、ありがとうございました。タガルン、ありがとうございます。タッチャムルン、ありがとうございます、ね、あのギフトとかもいっぱい投げてくださったりとか、タワーもね、いっぱい投げてくれたみんな、ありがとうございます。あすごいよ。はいはいはい、ということでありがとうございました。ブブニャンモン、ま、ありがとうございます。またやってほしい。またね、またやるので、その時見てくださいね。はい、ということでありがとうございました。イヤホンからキャリーね、ほんまによかった。やっぱりね、メイクあ、マイクパラパシ、マイクをね使ってやるっていう方がね、やっぱ楽しいっていうかね、やっぱ本格的な感じがあるから、本格的というかもそう。そうでね、そう、第2回のね、その歌唱力もあるので、ぜひよかったらねチェックして見てみてください。はいね、本当にありがとうございました。ランキング読んで終わりますね。13位、シアさん、ありがとうございます。12位、アーリーさん、ありがとう。11位、ペパンミントエイジさん、ありがとうございます。10位、ひでまるさん、ありがとう。9位、ゆかちーさん、ありがとうございます。8位、のこぽぽ、ありがとう。おめでとう、ありがとう。7位がラーローさん、ありがとうございます。6位がスイカ、ありがとう。そして5位、ピーマンちゃん、本当におめでとう。もう本当にそれは本当にありがとう、みんなのおかげが。そして第4位が昔からおじいさん、ありがとうございます。第3位がおとやん、ありがとうございます。推しが CM 選抜1位で尊い、推しが尊いってやつですね、ありがとうございます。そして、第2位がターン推しになることを誓います、ははありがとうございます。本当に楽しいですかね、ありがとう。そして第1位がトシさんです、ありがとうございます。あのタワーのね、さっきも言ったんですけど、タワーとか本当に投げてくれてありがとうございます。ちょっとね、紙とかなくて、ちょっとね、あの丁寧にね、こうね、お礼を言えなかったんですけど、もう感謝はしております。もう言うなしか見えん、それはもう実際に会った時に言ってくれないかな、みくちゃん。はい、本当にあのギフトいっぱい投げてくれたり、カウントしてくれたり、本当にちょっとでもね、こう楽しかったなって思ってくださった、本当に嬉しいです。ありがとうございました。またあのね、ショールーム配信したら、すみません、カラオケ配信したらまた見てください、また見てみてください。はい、今度はね、大好きな人もね、あ、これ大好きな人入ってる、入ってなさそうなんですけど、あ、大好きな人あるじゃん。大好きな人あるよ、大好きな人歌ってから終わるわ。あれ、ないえいね、もう入ってたんだ、もう歯も入ってたんだね。はい、いや、まあ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 、はい、はい、そしてね、あの今日何回か止まるね、ちょっと申し訳ない、ごめんね。はい、そしてね、あのサステナブルのそのクリスマスイブのあの握手会のやつが追加になったので、ほん、あのね、皆さん本当にありがとうございます。そんなにクリスマスイブに会いたいですか。私もとても会いたいので、もっともっとね、皆さん私に会いに来てください。どんなね、サンタさんになってるか、それとも釣りになってるのか、楽しみにしててください。今日もね、あのみ、あてちゃ、はい、にゃん見に来てくれた皆さん、ありがとうございました。では
ではでは、またの配信お会いしましょう。またね、宿題もちゃんと今度ね紹介するので、ありがとうございました。皆さん、ありがとう。こちらこそ会えてはないけど、見に来てくれてありがとう。はい、ずっとね、去年からずっとね、決めてた瀬戸をやっと今日ね、こう披露することができてよかったです。この残りのね、オニオンリングあるんですけど、食べたいと思います。後で食べたいと思います。はい、見に来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。温めてた、外にずっと温めてたな。辛すぎる、やばい、もうダメ。歌った時とかにね、今日歌ってない曲とかもね、またね歌えたらいいなって思うので、いっぱいいっぱい勉強していきたいと思います。今度はね、みんながね、みんなと一緒に決めた瀬戸りとか、あとはね、みんな普通にこうみんなにね、歌ってほしい曲とかをその場で言ってもらってやったりとかをね、したいです。お別れさせて、それなぁ、迎えに行こうか、待ってる。迎えに来てくれるならずっと待ってるわ。滑舌だね、あとはすいません、本当に本当にね、クライミング時とか本当に申し訳ない。ありがとうございます。なんか滑舌はちょっと直しておきますね。今日さ、もうさ、レッスンスタート時めちゃめちゃもうわしゃわしゃ髪が。はい、ありがとうございました。じゃあね、また今日は夢で会いましょうね。これもまた夢で会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。楽しい時間をありがとう。会いに来てください、私に。待ってます。